ウェーの金沢、前節の黒星の流れを断ち切るアウェーゲームです。こちらが24番の片倉、これが J デビュー、プロデビュー戦ということになります。まあ、正直、まあ、すごい嬉しかったのと、まあ、すごい不安もあって、まあ、緊張とかもあったんで、まあ、その半々みたいな感じですね。その試合できるっていう嬉しさと不安と緊張感っていうのが半々ぐらいでありました。なんか思い切って頑張れとか、まあ、デビュー戦でなんか結構調子いい人とか多いっていう風に聞いたんで、まあ、自分の中でも思い切ってやろうっていう風に思ってました。新潟戦は、アウェーだったので、まあ、その時にアウェーのスタジアム出て、その金沢のファンサポーターの方々に挨拶する時に、なんかアウェーなのに結構多くの方々が来てくださってて、やっぱそういう遠い中来てくださってるな、多くの人が来てくださってるなと思った時に、あ、やらなきゃなっていう気持ちになりました。そうですね、まあ、デビューにしては、まあ、悪くはなかったのかなとは思ってはいるんですけど、その相手に結構背負われて起点になってしまったので、ボールを、まあ、課題としてなんかボールを奪い切るっていうのはこれからどんどんやっていかないとかなと思いました。奪い切れはしなかったんですけど、その抜かれたりとか決定的な仕事をさせないっていう面では、まあ、できてたのかなとは思うんで、まあ、そこからもう一個さらに奪うっていうのがやっぱ課題でですね、はい。背番号24番、片倉誠也です。自分たちは、J1 昇格を目指して日々トレーニングに励んでいるので、ぜひスタジアムに来て応援もよろしくお願いします。